ゆる言語学ラジオの本が発売になりました。おめでとうございます。イエいやー長かったです。ですね。うよ曲折を経て、我々の初の著書「言語沼」が無事に発売になりました。はい。正確には4月7日ですね。だから昨日ですかね。そうですね。発売になったと。我々の著書こちらですね。はい。言語沼でございます。うん。茶色のカバーですね。そうですね。はい。正式なタイトルを言うと、水野さん水に言えますか？正式なタイトル。 あ、全然思い出せな <laughs> ち,ょ <laughs> ちょ自分の本のタイトルなんだから、<laughs> 頑張ってよ。友達がすんごい語ったみたいな感じなんですよ。<laughs> えっとね、ちょっと待ってよ。え,っ,てるよえっと、なんか言語すごい好きなやつが、<laughs> えっと、友達に1500日間ぐらい語った、振り続けた言語沼。持ったねー盛りましたねー <laughs> <れ>ひどいですね。正解は、言語オタクが友達に700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼です。<laughs> ひどいね。<laughs> なんかだいぶ落ちましたね。<laughs> あれ、水野さん、ひょっとして、その場しのぎのポンコツ嘘つきですか <laughs> 残念。その場しのぎの<れ>つじつまわせポンコツ嘘そつ,つ,つきか。すその場しのぎのつじつまわせポンコツ嘘そつきですか全然違います。全然ちょっと記憶力が足りてないだけ、ね、なんで まあこんなタイトルの長い本になってるんですけど表紙的には「言語沼」っていうのがねでかでかと出てるんで、はい、書店なんかでも見つけやすいかなというそうですね漢字の表紙、ね、これあれですよねこの「映えする本」のタイトルにするっていうのは一つねやっぱりよく出版社が最近狙う作戦ですよね,すね長い名前だとねハッシュタグにしづらいですからね困りますからねはいなので感想とかはね「うん、ハッシュタグ言語沼」つけてつぶえてもらえるとめちゃめちゃ嬉しいですね,そうですね補足できてうん こんな言語沼なんですけど、改めて水野さんどんな本ですかこれは。はい、えっとこれは割と日本語に対象を絞って、うんえー、メカニズムの説明はわか、うん、できないわからないんだけど、うん、なぜか。 その質問されると答えはわかるっていう不思議な言語辞書、うん、だからゆる言語おけラジオの過去回で言うとえっ、ー、と和とがの違いとかうん、うん、ああいった多分テイストに近いんですけどそういったトピックをいくつか集めてえっ、ー、と対談対話形式、うん、普段のラジオのあのノリでえっ、ー、と書いた本にりますそうですねはい。 水野さんがねずっと日本語に絞ろうっていうのはね「うん、ゆる言語グラジオ」をね700日間語り続けてきた経験値によるもので素晴らしいですよね。そうですよね英語の話をするとね伝説のフームディジューシーをね再来させないようにしようっていう強い気持ちがありますよね。<laughs> <laughs> そうですね、<laughs> なんかね、英語と混ぜこぜにするみたいな説とかありましたけどね、日本語にしようとよかったですね、<laughs> 本当に。いや、だからね、迷いながら書いた本ですからね、はいあの、すごくそういうところでこだわりがあってね、我々としても愛着がありますよね。うんうん まあみたいな話はね実は毎回してるんですけどねあそうでけこの本の概要の話今完全に同じ話多分二回目ですよねしてますねはいしてますちょっと右よ曲折あってねうっかり同じ話を二回してる本発売しましたみたいな話うっかり二回してる状態ですね今ね右よ曲折あったんですか右よ曲折ありましたねどどんなのがあったんですか <laughs> ちょっとですねもともと出したやつが結構誤字がいっぱいありました ちょっとこれは皆様の読書体験を毀損するなーってなったんでね直さなきゃいけないねとかがあってはいいろいろ直すとこ見つかったぞってなって次から次への一生懸命直してたら、えー、発売が3か月以上遅れたという形になりますねいやーびっくりしましたねすいませんご迷惑おかけしました当日のこと覚えてます発覚した日でしょ、はい、めちゃめちゃ覚えてますよめちゃめちゃあの日なんか十10時ぐらいに LINE くれましたよねそう夜の10時ぐらいにあれはなんか夜だから友達と飯とか食ってたってこと いやえっとね、多分なんか仕事してたんですよなんか仕事してて一息ついてやっと手元に届いたこの言語沼の、はい、見本パラパラ見てて、うん、あすげえ本になってるって思ったら1箇所すとんでもねえ5字見つけて、はい、UTF8 っていう文字コードに与えられる Ruby が、はいうん みたいになってて <laughs>、はい、ああんかすげえ間違えてると思って、はい、一箇所すげえ間違えてますっていうのを編集者とね、うん、担当編集の方と我々の LINE に、うん、グループに送ってね、うん、でいやーこんなミスってることあるんだなみたいなこれ成功表入れなきゃダメだよなって思いながらパラパラまとめくってたら、うん、次力士の白鵬さんについているルビ振り仮名がネキベイになってるのも発見して <laughs>、はい。 おこれもやべえなと思って、はい、あここ間違ってますっていうのを写真を送って、うん、でその後パラパラ見つとてたまた見つけてっていうのを繰り返してどうやらこれめちゃめちゃ間違えてるなっていう、うん、太字大太字についてるふりがなが全部間違えてるなっていうのに気づいた。ああとあれも堀本さんに送って たやつであのペッパーくんもありましたよがペッパーくん振り仮名がペッパーくんのや,やつとかあったりしたのが多分23日とかの10時過ぎとか、ねうん、ああそうだった気するわそうで僕はその時あれなんですよあの、うん、バリューブックスの飯田さんと、うん、あとあの小倉平久さんっていう発酵、はい、文化人類学って本とか書いてる発酵デザイナーさんそうです、ね、となんか平らさんが。 言語の間の反則手伝いますよみたいな、うん、優しいあのすごい応援してくれていてうん、うん、でいやこんなのやっちゃいますかみたいな夢物語をこう広げてなんならちょっとあのみんなでも酒とか飲んじゃいますかみたい <laughs> うかりムードだったわけですねそうそうそう,そうお疲れ様でしたみたいな感じでお酒飲んで田原堀本さんからライン来て全部調べになりました、うん、もううんもうそうでそれはそうですよね余韻<や>なんて全部覚めますよね <laughs> そ<う>だし裏話一個言っとくと、はい、僕もその時に やっぱもう顔が真っ青になってましてやべえやべえこれバリューブックスさんが先行販売してくれてるからもう今日発送してるはずだなってなってで明日も発送されるはずだなってなってこれ世に出回ったらまずいなってなってバリューブックス飯田さんにねめちゃめちゃ取れる限りの方法で連絡取ろうと思ってもう。 全部の連連絡絡手段ででしたんですよメールと LINE とディスコードと電話と <laughs> <laughs> なんか出てくんねえかな電話最初出てくんなかったから「はいはい、すいませんちょっとめちゃくちゃ鬼連絡しちゃって申し訳ないんですけど」って言って全部の連絡手段で連絡してたら飯田さん水野さんと喋ってたっていうね「<laughs> おい教えてくれよそれ」<laughs> 教えてくれよしかもなんならさそのゴジが出た発覚したつってゴジどうしますっていう話も俺抜きでしてたでしょ最初なんで入れてくれないの仲間に <laughs> 俺ずっと飯田さんに鬼伝してんのその間なん<や>で呼んでくれないの、まあ、まずちょっとそのねあの <laughs> 堀本さんをそもそも入れていいですかっていう承認を取らなきゃいけないっていうのもあるし一言で済むだろそ確かだから堀本さんから連絡をもらった直後も僕は LINE もちろん見てないんで楽しく飲んでるんで見てなくてちょっと経った時に堀本さんからめっちゃ連絡来てるからパッて見たら一気に顔をで、って「さんどうしました?」みたいな感じで聞かれてそこで「そのややばいっすこれ見てください」ってって「五色まみれらしいっす」ってなって。 でえってなってわってそれこうした方がいいよとかこういうのができるよみたいなこと話してたんで堀本さん入れるっていう発想がなかったですねもうそうですね慌ててたっていうことかやっぱだから慌てたよね昨年一位慌てたよねあの日ね慌てましたよねあんな慌ててる堀本さん見たことないそうですね割と慌てない方だと思ってたんですけどめちゃくちゃ慌てましたねあの日ね俺も慌てましたね俺もあの時は結構頭真っ白に うん、なりましたねだって忘年会が28とかに控えてて忘年会の準備がめっちゃ忙しかったですなんか忘年会でどうするどうするって話をしてるのにその突然割り込みでとんでもないことが起きたからと、ね、あとねあれも重なってたんですよあの新番組「ゆるがくとラジオの」の全番組のリリース日も重なってたんですよ。<laughs> <laughs> で地獄の年末でしたね、昨年末。そうだよね、だからで僕は、<laughs> あそうだそうだ、だから僕は結局その対応で年末年始を潰したのか、やっぱりこれ無理だってなって、帰省やめようってなって <laughs>、実家帰る予定だったんだけど、無理だなーってなって、実家帰ってさ、俺、本当親父とさ、うん、スラムダンクの映画見る予定だったんですよ、親父がスラムダンク好きで、なるほど。でスラムダンクの予告が出た年の、多分去年の。 上半期ぐらいなよく出てたんで、うん「やばいな」みたいな「うん、こう一緒に見るか」ってって年末だからじゃあ帰ってきたら見ようかってなってたのを飛ばしちゃって申し訳なかったんでうん、うん、この前の3月に実家帰った時に僕2回目だったんですけど見ましたおおいい話親孝行ですねで親父も2回目でした結局おのおの1回見たんだけどちょっとあれやばかったなってなって「一緒に見るか」って言ってなんかあとでおふくろに聞いたらめちゃくちゃ喜んでたらしい、ね、あでもそれもちょっとエモいっすねやっぱりうんいいわいい話 みたたいななことがねねありましんかさあの時さ僕初めてさ、うん、あのちょっとだけその創作する人の気持ちが少し分かったことがあって、はいはい、まずあの誤植が発覚するちょっと前まで平久、うん、さんに僕ひたすら味られ続けてん, <laughs> ううんか水野さんの本当に心から書きたい本って何なんですかみたいな。す グイグイ聞かれて初の著書出るよって言ってるのにそ<う>本当に書きたい本はなんだとそうそうそうでいや別にあんまないですけどねあないですけどねつうか何かあの、うん、編集者書籍の編集者と会った時に、うん、まあ企画手ぶらでいくのもあれだからいくつかその売り込む用の企画は考えてあるんですよ書籍こういうのだったらどうですかって言って持っていける提案 の企画みたいな、がいくつかあったんで、それは書籍の編集者と会う時。ええと、だから、ゆる言語学ラジオで本出しませんかって。で、その時に、ええと、こういうような本とか、多分できると思いますけど、っていうようなものを。平木さんに一通り投げたら、それ、みそさんがやりたいんじゃなくて、みそさんができる企画っていう。やりたい企画はなですか。いい、いい、いい、それ、いい掘り下げですね。そう。確かに、で、確かに、そっかな、そういうの。 考えたことなかったなっ水野さんいつもそれありきですもんねなんか与えられた制約条件があってその中ではこれですねっていうのをいつも出してきてるイメージで俺はこれがどうしてもやりたいんじゃいってあんまりないあ、ないんで気がしますねないですいやっぱないんですかないですねないんだね俺がその生み出せるものとかないので <laughs> <laughs> ありものでやるしかないタイプなので<ー>でもなんか<で>平木さんがすっごいねちっこく聞いてくるから、うん、その 高校生の頃とかに言語のここ不思議だなって思ったこととかを思い出したりあとゆる言語学ラジオやりながら勉強していってなんかこう本には盛り込んでないんだけどこう言語の面白さみたいなのってここかなみたいなところがあったりしたんで「C」って言うならこれなんですかねって言ったらそれで書いてくださいみたいな。判末<ー>じゃないんですけど平木さんはって思いんで、はい、んですけど確かに別に書籍化する権限ないですけど、ね、そうでもなんかもそれを書いたんだったらなんか読みたいしあとなんか、うん。 あの出版社の人紹介するからだからそれを書いてくださいみたいなことでいい、ね、ちょっとこうそれであじられたなっていうかう初めてそんな,なんていうのその編集者ムーブをされはい、はい、人にされる。って言たんでか不思議に思っていて、まあ、じゃあそう手あいたらいつかやりますわみたいなこと言ってそのあとにあの誤食の問題が起きてははで年末年始って結構だからまあストレスフルというかうん,、うん、なんかまあずっとそのなんていうんだろう考え事を普段しないのにしなきゃいけなくて。 っていう負荷がかかったときに、そのそれ書き始めたんですね。その平木さんに描けって言われて、あじられたやつをもう書いちゃおうと。そう、なんかそれはだからこう無茶苦茶してるから、気晴らしになると思って書いていて、うん、なんかすげえ忙しいときにそれちょっとだけ書いたんですよ、三千字ぐらい<ー>とりあえず。なんかそのときに初めてあ、なんかクリエイターの人ってこういう感じで書いてるのかな,な。ああ<ー>、でもそれめっちゃありそうっすね。なんか無しゃ茶し,してるから創作で代替するっていう人いるけど、うん、全然気持ちわからなかったんですよ。すね、でもなんかこの年末。 その年末に一瞬だけなんかそういう期間があってちょびっとだけ原稿を書いたんですね<ー>まあ形に<ー>は何にもなってないし 書くために勉強が持っているんで全然形になってないですけどなんかさ作曲する人とかさ、はい、絵描く人とかで原動力怒りの人いるじゃないですか社会に対してどうしようもない怒りがあるときに絵描くみたいな、うん、人は完全にそのタイプですよね、はい、もう今なんか他のことできないっ,つって絵にぶつけるしかないっていうかそうか、ね、ゲルニカとかね、うん、本当にそうだと思いますね僕友達で芸大生の油絵科にいた友人が、はい、結構そのタイプで、うん、すごいどん底の時にそれをぶつける絵を描くって言ってた ですよね、田舎に暮らして。 なんかすごい平穏無事な生活をするようになったら書くもなくなったわって言ってましたね<ー> <laughs> じゃあストレスがいるんですかね結局ねそういうタイプはいるしなんかすごい崖っぷち創作みたいなのはそういうことかもしれないだから水野さんはそれを体験できたのかもしれない、ねうん、そうなんですよねだからそれはすごいいろんな意味でこう忘れられない夜だし、うん、あとなんでその平木さんってそのムーブするんだろうとか思ったんでん不思議だしねこの前その結局その夜話していた要は平木さんが 宣伝伝を手伝っっっててくれるって言ったやつ、うん、えと平木さんもポッドキャストやっていて「うん、ラジオただいま発行中」っていう番組に僕がゲストでお邪魔してお互いまあ著書が最近出るからっていう話をさせてもらったんですよ。いいで,、ね、でその時にもその話をしてやっぱなん,かなんとなく思ったのは平木さんその発行デザイナーじゃないですか、うん、だからそのムーブ公募のムーブと一緒だなと思ってあなるほど自分が原稿を書いたりはしないんだけどひたすら何かしらの働きかけをしてその対象の 何か変化させるそうですね人をファーメンテーションしてるっていうのを一応解説しとくと酵母っていうのは化学変化の中で触媒の役割を果たすだから本人は何も変わらないんだけど周りの化学変化を促進する役割ですねそうですねだから平久さんはそうか発酵の仕事やってるうちに本人が酵母と化してしまったっていうことですかねそういうことですねへえいい話なんじゃないかなとかっていうこととかがあったりしましたねこの年末は 改めてですね無事に発売しましたよというお知らせを本日しますんで、はい、それに伴ってですねちょっとあのバリューブックスでもともと予約してくださってた方の予約がキャンセルになっちゃった件とかをちょっと話したいなと思いましてせっかくねあの予約が3000部以上かなうん、うん、入れていただいてありがたいっていう状態になってた異例の量ですよね,そうで,すねですけどちょっとそれがあのちょっと長すぎて延期が、はい、クレジットカードの期限が来ちゃって全部返金っていう形に今対応しちゃったので。うん えー、バリューブックスさんはですね、この予約を受け付けるために予約システムを開発したんですよ、はい、はい、全キャンセルになりまして、つらい。い本当すいませんっていうね言ってたんですけどね、担当者の飯田さんは、ね、いや、全然いいですよって、今後も使えるシステムになったんで、同じことやっていきたいんで、事例できただけ最高ですわみたいな。ちなみに うん、あの言語沼の時に開発した予約システム、平久、うん、さんの新刊で使ったらしいです。ああ、じゃあ、ちゃんと再活用されてるんですね。言語沼システあっ、すごい、めでたいですね。はい、我々の著書がちゃんとエポニムでもないな、はい、なんか著書から命名されるって、素敵なことですね、まあ。実際に使われてないんですね、結果的に、理由 <laughs> と。皮肉なもんですよね、はい、実際には使われなかったものが意外と現象の名前になったりしますからねはい、はい、バリューブックスさんがね。 システム自体を生かしてくれてる言語のまシステムとして生かしてくれてるらしいんですけどちょっっとやっぱ申し訳ないんでね我々としてもできればバリューブックスさんで買ってほしいなという気持ちがまだありましてで実はねツイッターとかユーチューブコミュニティ投稿でもう投稿してるんですけどバリューブックスさんの方で今回、またいっぱい在庫仕入れてもらってありがて先行販売という形で予約あ違う発売開始よりちょっと前からもう売り始めててくれてます、うんうん、届くってこと あ違うなだから予約っていうシステムじゃなくてそうですそう1週間前からもう販売を始めてるっていう感じになってますねはいはい、はい、発売前に届くかどうかは分かんないってことよねあそうですねはい、はい、まあでも大体届くんじゃないかなぐらいのスケジュール感ですねはい、はい、まあなんでもしかしたらもうすでに買ったよっていう方結構いらっしゃるかもしれないです、ね、なるほど、はいはい、そういう方はぜひ感想をコメントに書いておいてくれるあそうですねしいですね、はい、もう読みましたっつって、うん、でまあツイッターとかでも告知したんですけどバリューブックスさんの先行販売ないしその後の販売 全部含めてバリューブックス特典として、うん、ほんのちょっとだけおまけをごく短い動画をつけておりますんで、うんはい、こちら欲しいぞっていう方はバリューブックスさんからぜひ買ってほしいですね。はい、概要欄にバリューブックスさんの購入リンク貼っておきますのでこちらから買うとアマゾンととかで買うと見らられれない限定特典の動画が送られてきます、うんはい、この限定特典の動画の中で僕が言ってるのが、まあ、やっぱり本の話をしようと思ったんで。うんうん 逆ビジネス書をを見つけたってていう話をしてます逆逆ビビジジネネス書はあ、はあ、これ逆ビジネス書だなあっていうのをね一個ちょっとでかい発見として最近あったのでそれを皆さんにお伝えするものになってます要は学術書ってことですかね違います、うん、あ違,う違いますビジネス書の漢字と全く逆の本を発見した、はああよくわかんないね骨太だっていう話ではないですへえ気になりますねっていう新概念を見つけた話をちょっとしたりしてますんではい、はい、ごく短い動画ですが皆さんぜひ楽しんでいただければ幸いでございますうん 非常に紛らわしくて恐縮なんですけどあのバリューブックスさんの予約特典以前ったじゃん <laughs> ああえっと2022年ベストオンチクでしたっけあそうですそうですあれとはだから今何を話してるかというともともと予約してくれた方にバリューブックス予約特典として動画を配ってたんだけどベストその予約は全部キャンセルされちゃったから、はい、改めてぜひバリューブックスさんで買ってくださいね で同じものもう一回送付するのもわけわかんないから、うん、だから、えー、新しい別のやつ短いやつ取りましたんでそれがバリューブックス販売特典になってるのでなるほどこれは予約じゃなくても今後バリューブックスさんで買えばいつでも送られてくるものになるのでぜひバリューブックスさんにどうにかね予約システム開発していただいたら労をねぎらう形で <laughs> <laughs> ちょっとでもいっぱいね言語の売っていただけるといいかなっていう気持ちでございます。はい えとややこしいけどもう今から2022年ベストオンチコ聞く手段はもうなくってあれは予約者賞のみのもので今回販売特典としてつくのがその逆ビジネス書的な内容のやつって、ね、そういうことですねはいわかりました以前のこの経緯を説明した動画、はい、我々がリモートで収録したやつですねはいあれの中でもちょっと説明申し上げたんですけどニズリ以降 もし出すとなれば別の出版社から出すことにしますというふうんはい、にお伝えしたんですけど、はい、その詳細についてもちょっと今日お伝えしたいなと思いますうん、うん、はいニズリ以降出すとしたらバリューブックスが出版してくれます、うん、バリューブックスがバリューブックスがフル本 EC サイトのそうなんですよはい、はい、フル本 EC サイトと見せかけて、はい、バリューブックスさんは実は出版社も持っておりますうはいはい、はい、バリューブックスパブリッシングっていう出版社ですね、うんはい、こちらからか ニ、まああのーズリーを出すとしたら出そうという話になっておりまして、はいまあ、バリューブックスと我々ね、うん、こんだけずぶずぶの関係ですから <laughs> うん、うん、やっぱ、まあ、こんだけ、まあ、言うたらその非常にイレギュラーな対応でねな,んかなかなかない事態になっちゃった本を引き取っていただける。はい、そして 事情も分かって我々に寄り添っていただけるということでバリブックスパブリッシングさんから出そうという話になっておりますはいはいはいありがたいですねありがたいですね本当にね,当にねいつも応援してくださってねはい バリブックス担当者の飯田さんね、うん、この間もこの言語沼の先行販売についての調整ちょっとしましょうかみたいな、はい、ミーティングちょっとしましょうか、近々みたいなこと言って、うん、あ今日の夜とかどうすかみたいな話聞いたら、今日の夜、ちょっとうちの奥さん出産の予定日で、ちょっとファミレスに詰めて病院の近くにいる予定ではあるんですけど、そこでいいなら大丈夫ですって言われて、よくないよくないよくない、よくない <laughs>。 なったりしてすごい、いつもよくしてくれてるんですけど、そのバリブックスパブリッシングで出して、脅してないですよね、脅してないです。お子さん、そろそろ生まれるんだよな、飯田くん。って言ってない脅してないです。それ、一番怖いやつですね。家族を無事に養いたいだろうっていうやつ、一番邪悪な上司の口説きのやつですね。そうそうそう、ちゃんと良好な関係をね、築いております。とはいえ ちょっとここで、ね、説明しておかなきゃいけないことがありまして、はい、バリューブックスの出版社さんバリューブックスパブリッシングはいわゆる普通の出版社とはちょっと違います普通の出版社さんって、まあ、言うたらそのいっぱいすってね、うん、ドカッと売りますせーっていうのがまあ割と基本スタンスじゃないですかはい、はい、だからこの本めっちゃ売れるなー予約の段階でいっぱい入ったなーってなったら大増刷みたいな、はい、一万部増刷ですみたいな感じで、うん、いっぱいすったりしますよねそうですね。 あれをやらない出版社さんがバリューブックスパブリッシングです。なるほど。はいはい。まあ、あの、えー、補足すると、うん、いっぱい吸って売れなかったものっていうのは、うん、書店からまあ出版社に帰ってくるんですけど。うん、それでも、まあ、その後動きがないと、まあ、断裁って言ってね、うん、切っちゃったり。うん、そうですね。資源にしちゃうんですよね,ですね。捨てちゃうってことですね。はい。だから、これはすごくもったいないことで、うん、まあ、バリューブックスさんは古本の会社として。うん、はい。 すごくたくくたささん廃棄されていく本資源回収本である意味がなくなるって様子を見ているのでそれが悲しいから避けようという活動をよくされていますでそれが「捨てたくない本プロジェクト」っていう名前でいろいろやられてて「<う>本を本のままいろんなとこに使ってくださいと」と、うん、我々が売れなかった古本も学校であるとか老人ホーム うん、みたいな施設にこの本寄贈しますよっていう形であ<ー>げちゃったりであるとか、はい、あと「バリューブックスラボっていうあのアウトレット本屋、うん。 みたいなのもやってて、まめちゃくちゃ安く本を売ると。へえ、大丈夫か？利益出ドるか？まあこれはかなり慈善事業でしょうねおそらく。だってすごいですよ、文庫本三冊100円とかで売ってる。安。それあれだろう？あの俺らが生まれる前とかの。あそうだね。値付けだよね。昭和の昭和初期とかの値付けな感じしますね。伊藤さん大丈夫ですか？伊藤さん。まあ要するにその廃棄されるよりは、本が本のままの形で流通してほしいっていう、ま祈りですよね。はいはい。バリオクさんの祈りがこもったプロジェクトをやってる。 まあそんなものをやってる会社がさ「1万冊増刷しました!」みたいな <laughs>「とにかくいっぱい本すります!」みたいな感じではないじゃないですか。はい、ずっとねここまでにずり移行をすることになったら「バリューブックスパブリッシング」ですりますということを繰り返し言ってたんですけど、はい、この非常にはぎれが悪かった理由としてはにずりに,に,ずりに出なくても良いと。 うんうん、バリューブックスさんとしては余計ななな本はすりりりたくいいのでをら可能性もありますだから書釣りが出たその部数で市場で十分出回ったとなったらすらないかもしれないってことですね。すねということですね。と、はいうことですね。そんなことあるのかなっていう話なんですけどあるらしくてですね<う>バリューブックスさんの仕組み新しい試みとして、うん、バリューブックスエコシステムっていうのをやってまして、うん、どんなプロジェクトなんですかそれは,これは中古の本を 中古って中中中古古古ですかあれの本をししまた中古の本をねバリブックスは古本の会社ですから買い取ってまた売るっていうことをやってるわけですけどこれバリブックスエコシステムでは中古のあれ中古おいイップスになっちゃったじゃん水野さんに指摘されるから分かんなくなっちゃって今意識しすぎて中古ないない国の言葉みたいなやつ言っちゃった。 中古の本をね <はい S 2> 中古の本を売った時に作り手にその売り上げの一部を還元するって制度を。 うん、やってるらしいです一般的にだからブックオフとかじゃあメルカリとかで出回ってる本っていうのは著者に入ってこないわけです、ね、そうですね印税とかは一切入ってこないですよね、うん、フル本メルカリの人とかそんなだって手間じゃないですかそうメルカリで売った人がわざわざ著者にお金振り込まないですからねはいですよねということで古本というのは普通、まあ、著者とか出版社に返ってくるものっていうのはないんですけど、はい、バリブックスさんはこのバリブックスエコシステムっていうので還元してますなんでわかんないっすいなんでごめんなんで <laughs> わかんないっす <laughs> <laughs> なんかね <laughs> うん、なんかだから飯田さんも言ってたんですけど、要はその、まあ、いいことじゃないですか、これって。それはね古本が流通したのに、著者とか出版社が潤わないとよくないよねということで、作り手に還元しなきゃという思いで、このバリブッ,スブックスエコシステムっていうのをやって、出版社に結構相談しに行くらしいんですよ。はい、うちが売った古本の利益の33%かな、はい、33%を御社に還元していいですかみたいなことを相談しに行くらしいんですけど。はい 気持ち悪がられるらしい <laughs> 悲しい,悲しいだってメリットが全くないですからね、はい、な,なんでわざわざそんなお金払いに来るんですかってなるっぽくてそうですよねでそのためにバリューブックスの飯田さんが説明に行くっていうコストもかかってるわけで、うん、すし、ね、提案資料とかも作ってるわけだしなんでってなるっぽいですねどうやらね違う言語だと思われるわけですよね何言ってるのか全然わかんないなってなるらしいんですけど、はい、まあいずれずにせよバリューブックスとしてはその 廃棄される本を減らしたいから、なるべくこう、流通させたいと。うん、今ある本をしっかり流通させたくて、その上で出版社とかとの関係も大事にしたいっていう意図があるのかもしれないですね。<ー>今、深読みしました、勝手に。よく知らないですけど。リブックスからのメッセージじゃないです、ね。ないです。はい、今のは僕が勝手にそう思ったっていう。だから著者とか出版社に煙たがられないような、すごい健全な本のサイクルっていうのを考えた結果、たどり着いたんじゃないですかね。<laughs> おそらく <laughs>。な悪いね。急に。<laughs> めちゃくちゃ勝手に代弁してるから、あ、やべえ、これ違ってたら怒られると思って。はい、あの僕の 試験を今述べましたでもあのねこの前も僕あのツイッターでフォローしてるルポライターさんが、うん、自分の本がメルカリに出されていて、うん、ほぼ新刊と変わらないんだけど、うん、少しだけメルカリの方が安いので、うん、メルカリで売れたっていう,こうマークがついているのとかを見て。うんうん 1円も自分に入ってこないからできたら新品で新刊で買ってほしいなていうツイートとかがあったりしてそうだよね難しいなそこって思ってたんですけどバリューブックスだとそれはそれでやっぱり不思議ですね急にそう聞くとそうですねまあバリューブックスの別にバリブックスで今売ってる本全てがそうってわけではなくてこういう試みをいくつかの出版社とかと提携してやっているっていう状態ですね。ということでね今回バリブックスさんで このバリューブックスエコシステムを使って我々の言語沼もなるべくいい感じに循環させようという試みをやりたくてですねはい。一万部最初に吸ったらあ一万部なんですね初版がああいうの忘れたわそれあのぬるっと言いましたけど初版一万部をね最初に吸って売るわけですよで買った人がねいらなくなったなって思ったらこのバリューブックスさんに出していただいてまた欲しいなと思った人がそこから買うということを繰り返していくと 今までだと著者は何も儲からない、印税が入らないという状態だったのが、バリューブックスエコシステムだと、われわれに入ってくる、うん、作り手に還元されるという形ですんで、これで健全じゃないかと。バリューブックスさん <laughs> バリューブックスさんそうですね、今の話、これで健全じゃないかって言いましたけど、バリューブックスが損をこ被ってる気がするっていう、普通に全部自分の懐に入れた方がいいのではで、ね、っていう気もしますけど、そうですよね、黙って、全部懐に入れた方がいいんですけど。バリューブックスさん まあっていうあの提案というかこうしませんかという話をいただきまして確かにまあ僕らとしてもねそれめっちゃいいじゃないですか、うんはい、印税も受け取れるし、まあ、無駄になる本もおそらく少ないであろう、はい、そして例えば1万部しかなくてもそれが流通することによって5万人とか10万人が読んでいただくことになるかもしれないので、うん、ちょっと面白いですよねその実験面白いですよねどれぐらい実際その必要な読者というかどれぐらいに回ったのかが分かる、うん、気になりますよねおもろいですよねそうなんですよ まあなんでそういう意味でもまあ僕らもその出版業界になんとなく片足突っ込んだりしてる身としてはその実験的な楽しさもあるなと思って社会実験で、ね、腹立つな、ね、腹立つな指でダブルクオート作るやつ、ね、腹立つね社会実験ですからね <laughs> うん文系の腹立つ論客がそれやりがちでね僕わーってなりますけど <laughs> 普通の社会実験だよね <laughs> 社会実験ね,ね、はい、まあっていうことをちょっと試みとして我々もやりたいなと思います参加させてもらうのね 嬉しいですよねなんでまあバリブックスエコシステムでいっぱい本を売っていきたいなと思っておりますでもし足りない場合それでもやっぱり当然ですけど1万人の人がストックしちゃったら流通しなくなるのでその場合はすらないといけないですよねだから必要に応じてこのバリブックスパブリッシングさんからニズリーコーをどんどん出していくそういうスタンスで廃棄される本少なめになるような出版計画で動いていきたいなと思ってますおおももろろいいいいいででですすすねねよよ楽し 何ぼ読まれたのかなんとなくだから数字が分かるわけですもんね、どれぐらいの人が必要としたかってい普通の虹ルーツにもあると分からない、補足できないですもんね。もちろん、バリューブックスじゃないところに売っちゃったら分からないわ分からないです、ブックオフで売ってる分には分からないですけど、ははいいでも要はバリューブックスに売ってくれると僕らは売うよっていう、そういうことですよね。皆さん、バリューブックスに売ってくださいよ、じゃあ、であれば、読んでいらないなって。っていうか、売らないでくれるのが一番、もしかしたらあ嬉しいかもしれないですね。 自分で言うのもなんですけど言語沼多分すぐ読み終わるんで。うん これもいらんなーってなる人多分結構な割合で <laughs> そこそこいる気がする <laughs> これもうちょっといらないなって <laughs> なりそうな気がするいやそんなね <laughs> そんななんとねうん、1時間もあれば読みますから多分ねそうですね骨太本の逆ですかね、はい、すごいサクサク読める今まで僕らが読んできた骨太本の面白さのエッセンスみたいなのは一切無視して普通にライトの本を作りましたから <laughs> そうですね売りたくなったなって場合はぜひバリブックさんに売っていただけるといいなという感じがしてます <laughs> ねはい、そしてもう本出てますけれども、うん、まあここからねあの大事なのって PR 反則活動だと思うんですけど、うんすね、なんかどういうことしようとかっていうのってありますかあのサイン会をしたいなと思ってましてはい、はい、なんか忘年会昨年やったじゃないですか、うん、あそこで本当だったらサイン本売る予定だったんですけど、はい、ちょっとそれができなくなってしまってねあのぜひ サイン本欲しいいいいなっっってて言くださる方いっぱいいたんですよね、うん、あの忘年会の場でもなんかサインくださいって言って訳んか,分け分からんもんにサインいっぱいさせてもらいましたねそうですね関係ない本でしたね <laughs> だいぶ辞書とかピダハンとかね、はい、いろんな思い思いのものみんな持ってきていましたけど本当に <laughs> 本当だったら我々の本にやっぱできればサインしたいですから、はい、この今回の発売を期してサイン会を開催したいと思います、うんうん、これちょうどね、うん、1>, 1週間ほど前に出した「ゆる学クカフェ」はい の告知を出したと思うんですけどこちらオープン後にサイン会じゃんじゃんやっていきたいですはい。何回かに分けてやっていきたいと思っておりますいつですか堀本さん 内装工事の終わる日程次第ですので5月って言ってましたよね四月下旬か5月って言ってましたよね5月の時もうだいぶ初作の勢いが1か月だって落ち着いてますから早くやらないと版元の人間として言いますけれどもできたら発売した1週目だから4月の頭とか4月の2週目3週目あたりここか、まあ、最低でも4月末この間にやらないと勢いがやっぱりなくなっちゃいますから内装の業者にむち打っときますほ <laughs> ら早くしろパシーンってやっていきます 早めにね。早めにできるように早めにやってください。頑張りはします。頑張りはしますんでね。うん、あの何卒<て>何卒ご容赦いただければちょっとね。うん あの、何卒、ま結果がすべてです。結果がすべて有名に語ります。森本さんがどれぐらいの努力をしたのかとかってのは、結果で全てわかります。なんかね、最新のマネジメント理論によると、家庭を褒めるリーダーじゃないと、部下はついてこないらしいですよ。結果だけを見てる人って、も部下が全くやる気をなくすらしいんで、ちょっと水野さんに僕うまいことマネジメント。して貴様がマネージャーや。どっちかって言ったら、部下。マネージャーだろう。貴様って言ってるじゃん。 お前の会社の、お前が CEO だろまあ、俺が平野。まあ、そうか。ちょっと、あの、頑張ります。頑張ります。すいません、頑張りますんで。頑張れ、お前。頑張ります。すいません、あの、ちょっと頑張りますね。精しっかり見せる。平ラの。怖え。怖え。すげえ怖い人、チンピラの言い方。やめろよ、その脅し。でも、気に入りすぎないよ、労働組合。 <laughs> まあ、ということでちょっとすいませんあのスケジュール見えてないんですけど、はい、また見えてきたらゆる言語が学ラジオのツイッターとか YouTube コミュニティとか、まあ、あと先週も言いましたけどゆる学徒カフェのチャンネルとかでもイベントカレンダーとかどんどん出していこうと思ってますので、はい、その辺の各種情報を参照していただいてサイン会何回かやる予定ですので、うん、どこかのタイミングが合うなっていう場所で来ていただければと思います。はい <music> まあ4月のさ最初の頃なんてさ、その意味ではそのカフェができてないかもしれないけど、うん、僕としてはその書店さんとかでも、なんか、えーと、例えばイベントとか、はいはい、なんかそのサイン会とかね、すごい有名な著者の方とかやられてるイメージありますけれども、そういうようなこととかも、ちょっと場所にもよってはくると思いますけど、うん、なんかお声がけい,いただいたら、僕はやりたいですけどねうん、うん、著者稼働ってやつですね、そうですね、著者稼働はね、うんうん、いっぱいしましょうよね、堀本さんね、<laughs> いっぱいしようよ。りります頑張りますす ちょっとあのもしかしたら内装のね金額がゆる学書カフェすごいなーってなったりしてねうん、うん、ちょっと僕金作に走り回ったりする可能性が最悪あるかもしれないんですけど,どいや頑張りたい気持ちはあります初の初心ですから売れてしいそうですね我々でね一生懸命書きましたから、ね、売れてほしいんでちょっと頑張りますはいなんで <laughs> まあ書店さんで大きく展開してくださるところとかうん、うん、あるいはあとなんだ、えっと、サイン本を仕入れたいみたいなところだとかうん、うん、あとはえっとイベントとかやりたいみたいなお問い合わせがあれば、えっと、メールアドレスは概要欄に僕らのえっとアドレス書いてあると思うのでうん、うん、そこにご相談いただければ極力僕も堀本さんも堀本さんもはい、うん、はい。 動くように頑張ります、はい、できればと思ってますご気軽にご相談くださいご気軽 <laughs> 活用間違えちゃった <laughs> 動揺がすごいな <laughs> 頑張らなきゃってプレッシャーを感じた結果間違えちゃいました活用しっかりやれ怖いんだよな一いち,いち。あとこれ個人的にやりたいなと思ってるのが、うん、あのポッドキャスター向けに PR キャンペーンみたいなのやりたいなと思っていてうん、まあ、いいですね ゆる言語クラジオのこの本「言語沼」について喋った回みたいなのをみんなが出してくれたら見たいなと思って見たいね嬉、うん、しいもんね本の感想喋ってくれるのはい。で、まあ、ただそれ頼むだけっていうのもあれなので、うん、えっとみなんて言うんですかねその「言語沼」について喋ってくれたポッドキャスターさんの中でなんか例えば抽選でどこかの番組に、まあ、していただいた僕か堀本かあるいは両方か分からんけど、うん、なんかこうゲストで行く。 そうですねみたいなこととかをできたらいいなと個人的に思っています。うんうんうん、まあ抽選で一組とか二組、はい、そうですねとかですかね。はい。でもうどう料理していただいても構わないので。<laughs> とりあえず呼んでもらって、はい、なんか質問してもらうなり煮るなり焼くなりしてくれ、はい、ということ、ね。そうですね。もうそこはごりごうんご自由にご活用くださいという感じなんですけど、うんうん、なんかそういうえっとポッドキャスター向けの言語沼の感想エピソードうん、うん キャンンペーンみたたいいなのやりとそしたらみんなプロモーションしてくれそうというか喋ってくれそうですね、うん、プロモーションしてくれそうって言っちゃったった。みんな自由に喋ってもらって言語の前について喋ってもらえそうですねかっこプロモーションしてくれそうって言うつもりだったのに間違えてみんなそれプロモーションしてくれそうですねって本音の方も喋っちゃいました <laughs> いや正直な人間だからさ <laughs> こいつが来るかもしれないなのであのこの人がこの人を指名するこの人がいきます、ね <laughs> ちょっとねの嘘つきを呼びたい人とかねあと間違えて本音喋っちゃう人とかポンコツを呼びたい人におすすめとなっておりますでもなんかポッドキャスターさんさこういうこと始めてから知り合い増えましたけどやっぱんか例えば一人語りの人とかってもうんかマンネリがあるとかあるいはまあその二人組でやってるところとかでもんか別のやつを呼んでみたいみたいなものとかってあると思うのでんか飽きてる人とかに新たな風を吹き入れたい場合はこの「まあこの 言語についてあやふやな知識を持った人間か嘘つきかのどちらかを発遣したり両方いくっていうこともあるのでそ,それはぜひぜひハッシュタグどうしましょうねああまず「ハッシュタグ言語沼」ってさ、えっと、ポッドキャストとかのエピソードにさつけてさ検索できるのかね、うん、怪しいなちょっと怪しい,怪しいんでツイッターで多分「ハッシュタグ言語沼」と「うん、ハッシュタグポッドキャスト」とかにしますああなるほど,なるほど 2>, 2つつけてもらった場合はい あいやかあ検索しなんか失敗しそうな気するなそれハッシュタグ難しいよね「ハッシュタグ言語の間」だとツイッターで普通に感想をつぶやいてくれてる人のものも上がってくるわけですよね、うん、ツイッターのアンド検索の精度どうですかねハッシュタグ2つついてるのいいかな私はちょっとアンド検索というものを使ったことがな,ないですが <laughs> はいいやいやこれとこれが含まれてる検索ですよ半角スペース全角スペース開けて検索そう,そう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 ,そう,そう,そうああどうだろうじゃあこうしましょう、はい、えっとそのエピソードの えとツイート、うん、ツイッターのツイートに「ハッシュタグ言語沼会」っていうふうにつけていただいてできれば両方つけてもらった方がいいかもしれないですね「ハッシュタグ言語沼」と「ハッシュタグ言語沼会」つけてもらうと普通に感想を見てる時にも目に留まるしはい、はい、これ絞り込みたい時にも目に留まるんでそれをじゃあ例えばですけど5月いっぱい本、うん、が出るのが4月頭なので。 5月いっぱいとかまでで投稿されたエピソードのポッドキャスト番組の中から抽選でじゃあ1番組えっと僕えと連絡するので僕らの方からえ堀本さんか僕かあるいは両方なのかをえと希望書い でやり取りをしてスケジュール調整してみたいな感じで,で、ね、えっとゲスト出演みたいな形でやらしてもらえればなと思ってます。いいですね楽しみですね。だってね言語のまあ読んでくれてるポッドキャストい、うん、る言語学授ももしかしたら知ってくださってるポッドキャスターさん,うん、うん、かもしれないので、うん、シンプルにそのリスナーさんがやられてる番組に出るってことになるので楽しい。はい、あとさ僕このインテリワルグチボこれ出した時にポッドキャストで感想を喋ってくれてる人いてうん、うん、なんかねすごかったよ。 こういう人への悪口が多い傾向にあるのは著者のこのようなコンプレックスを反映しているのではないかみたいなことを言ってて「えそうなの?」ってなって「俺そういうコンプレックスが無意識にあったのかな」っていうあの自分を突きつけられる体験になりましたので、はい、ああじゃあ結構読んで、うん、割としっかり感想パート強めというか内容を喋ってるんじゃなくて、ね、読んでこう思ったみたいなこと結構ガッツリ言ってる人いた<ー>嬉しいね。そね。それだから嬉しいと思っと同時に怖くなりましたね,ねあ俺そういうコンプレックスあったのか」っていう <laughs> <laughs>、まあ、なんかそういうね驚きに満ちたもの 聞けそうな気がしして嬉いいですねはいはい、なので、えー、ポッドキャスター今聞いてるポッドキャスターさんはぜひよかったら、えー、言語沼の,、ま、の感想をつぶやいて、うん、つぶやくんじゃない、えー、とエピソードにして配信していただければ嬉しいです、うん、ギャルがやってるポッドキャストとかで感想言ってくれたら面白いなマジ沼じゃないマジ沼っていうやり取りしてほしくないですか <laughs> あギャルのポッドキャストってあるのかなあんま聞いいたことないねやっぱ あのアダルトーク僕の中でもギャルのポッドキャストって結婚したい乙女たちのアダルトークしか浮かばないんではいはい、はい、そうだねあんまないかもしれないですね。まか、あ、そういういろんな多様な皆さんがポッドキャスターいろいろいらっしゃると思いますんでぜひ、はい、皆様からの感想お待ちしておりますはいお待ちしております。はい、ちますごちゃごちゃ話してきたんですけどもうまとめるとシンプルでして「我々の初の著書言語沼」がとうとうちゃんと出ました。はいということで、はい、改めて買ってください うんうん、頑張って書いた本でそれなりに面白いと思いますので、はい、ぜひ買ってほしいですっていう話がメインで付随する細かい話としてバリューブックスさんで買っていただきたいですと、うん。 えバリューブックスさんの方に在庫が死ぬほどありますので、返本の手間をおかけしないためにも、<laughs> あの、いくら仕入れたんだっけ ?3000 です。多い。多いよ。多いよ。<laughs> そう、だからバリューブックスさんの方で返、ね、本とかするの大変だと思いますので。吸すったんだ予約分を仕入れたわけですもね。そう,そうそう、改めて同じブ数ス仕入れようみたいなことになったので、うんえー、バリューブックスさんの方でぜひ買っていただきたいと。はい、でささやかながらバリューブックス販売特典をつけておりますので、うん、今からいつでも、 うん、買っていただければバリブックスで買っていただければちょっとしたおまけ動画がついてきますんでで、はい、で買うより嬉しいあともしニズリー以降出すことになったらバリブックスさんの出版社から出しますよとか。はい まあでも、ニズリコン出さなくてもいいようにいっぱい古本が流通してそれで著者にも還元されるような仕組みに乗っからせてもらいますよ、うんはい、みたいな話をしてきましたバリューブックスで買ってほしいし売るならバリューブックスで売ってほしいう、ね、っていうところですね入り口と出口をねがっちり <laughs> 統一させて <laughs> がっちりと VB で回る感じになってますから <laughs>、ね <laughs> ね、VB 経済圏そういう意味でのエコシステムかもしれないです、ね、なるほど,なるほどそうですねという形にしていきたいと思ってますのでよろしくお願いします、はいまあ、そういうようなことも言ってきましたけど一方で、うん、あの書店さんとか僕は とかともあ,、ねはい、あの良好な関係を築きたいだと、うん、と思っているのでえっ、ー、と何か問い合わせとかがあったりなんか出演だとか取材とかなんかそういうようなものとかがあれば、うん、ぜひぜひえっ、ー、と個人的に受けたいと思っているのでそうですねいっぱいお仕事をください仕事ですね、はい、<laughs> あとポッドキャスター向けの PR キャンペーンの話もしましたはいぜひちょっと抽選という形にはなってしまうんですけど言語沼会 うん、ハッシュタグ言語沼そして言語沼会という2つをつけていただければ、うん、我々がゲストで出演しに行きますので、うん、ぜひ皆さんの楽しいエピソード上がるのをお待ちしております言語沼会ってハッシュタグつけていや水野さんたちが特に必要だったわけではないですっていうのも歓迎です。<laughs> 別に大丈夫です <laughs> 間違えてきちゃったみたみいいいな、ね、<laughs> いやいらななねらんだけどなーつって 気まずいノリになるのも,あでも面白いですねもしあれだったら僕らをブッキングしてよ、うん、例えばじゃあ2人のポッドキャストで僕らも参加した4人でってなんだけど、うん、シンプルに2人で喋ってもらって僕らが喋るの全部ミュートにしまうもられ <laughs> もったいないな <laughs> 何のために呼んだんだ俺たちってなりそうですけどね <laughs> 勝手に来たんでっていうロックですね,ううですねかっこいいですねでも僕もし企画で面白いそうちょっとボケるならそれぐらいやってもいいのかもなってちょっと思いました、ね、昨年のポッドキャストアワードダブル受賞ゆる言語グラジオを呼んで黙らせてみたっていう企画でね ミュートにしてみて、ね、<laughs> ちょっと面白いですね、はい、改めまして言語沼ぜひ買っていただきたくて購入リンクは概要欄にバリューブックスさんのものがありますのでそちらからお買い求めいただければ幸いでございます、はい、あと大事なこととしてバリューブックスさんまた言語沼の販売利益は我々にくれるらしいんで <laughs> 例のごとくバリューブックスさんには本売っても言語沼売っても利益にならないそうなので <laughs> あき <laughs> れちゃった水野さんが <laughs> 水野さんがね深呼吸しちゃいますんでちょっとぜひですねついでにこの本そういえば欲しかったなみたいな本検索していただいて在庫があればねバリブックさんの方でついでに買っていただくとかはい、はいね、あとゆるげんごよラジオグッズもバリブックさんの方で売ってますんでこちらも合わせて買っていただくとこの機会にねまとめて買うと送料安くなってお得ですんで、はい、この機会にまとめて買っていただければ幸いでございます、はい、それではお待たせして大変申し訳なかった 言語沼の発売告知でございました。はい、皆さん、ぜひ、お買い求めくださいませ。よろ,まよろしくお願いします。あと、感想のコメントもね。言語沼の感想のコメントとか、ハッシュタグ言語沼つけて、ツイートもめちゃめちゃ募集しておりますで、ね。アマゾンのレビューとかね。ねアマゾンのレビューとかも嬉しいですよね。はい、なんか、コウモリ感すごいな、バリブックス買ってねバリブックス勝てな、ね、って言って、アマゾンでレビュー書いてね。うん、すごいですね。なんか、忙しい。頼んでばっかり。<laughs> まあ,あ無理ない範囲でね、全然お忙しい中無理だったら書かなくてもいいんで、はい、無理ない範囲でご協力いただけると幸いでございます。はい。以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身はえっと。なぜ今えー、っとって言ったんですか。あのー、じゃダメなんですか。いやいや全然わかんないですけど。その答えがわかるのがこの本です。面白そうですね。概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。